はい、皆さんこんにちは、アイラリーの谷口です。27日と8日の、到着分のオンラインレッスン、プルミエクラスですね。28日到着分があと2セット残ってるそうなので、オンラインストアからぜひお願いします。これ YouTube で見てくださってる方は、Instagram のライブでも、生で見ることができます。コメントとか質問できます。Instagram で見てくれてる人はぜひね、 YouTube も見てチャンネル登録と、高評価とコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今日はアレンジメントを作っていきます。こういうね、ちょっと低い器、この器、ジンクっていうね、ブリキ素材ですね、鉄素材でできてて、あるよね、これオリジナルでね、ベトナムの方で、作って卸売もしてます。これね、今ね、卸売、同業者の方、お花屋さんなんかね、注文いただいて、これちょっとうち特殊な形でね、生産と卸をしていて、かなり価格を他の一般的なメーカー、資材のメーカーに比べて安く抑えてます。なのでぜひ、これね、注文もらってから僕らそれを中継してベトナムに発注かけて、2、3ヶ月経ってから納品するっていう感じでさせてもらってるので、価格を抑えられています。で、この円柱タイプね、ストーンと真ん中こうすぼまってる、下がすぼまってるタイプの器ってよくあるんですけど、あれってスタックできるようにしてるので、スペース取らずに、海外からの運送運賃を安く抑えるためにはなってるんで、チープなアレンジの器って大体こういう形になってるんですけども、それどうも嫌だなと思って、こうまっすぐね、こういう円柱形になってる器欲しいなと思って、入れ子にしてね、これものすごいサイズ細かく展開して、8種類とか6種類いろんなスタイルで入れ子にしてすることで、これもまた価格抑えてます。在庫持たずにね、皆さんにご注文いただいて、ベトナムから届いたらすぐに発送するっていう感じにして、で、廃盤ならない、これもずっと定番でずっと作り続けていくような感じになるので、例えば僕らみたいにこうオンラインストアでね、商品の写真載せたりするときに、これせっかく器ね選んで撮ったのに、それ載せてたらもうその器が入んなくなっちゃったみたいなことがよくあるんですけども、そういう心配もない器なので、たくさんの花屋さんにね卸しで買っていただいてます。で、卸売販売希望の人はもう締め切り間近、もう今日明日ぐらいかな、なってると思うんですけども、今回間に合わなくても次回とかでね、良ければ、取引申請書書いていただけると、卸でご購入いただけますので、ぜひ、info@ironee.com にメールを送ってください。はい、じゃあ今日の器、これ低いタイプの器で、低いタイプになるんですね。器が低いので花もあんま高くならず低い形、まあ、フラットに近いような感じで、ソファーの前テーブルとかね、上から見るような低いテーブルなんかに飾ってもらうアレンジになります。はい、値段とかね、さっきの器ね、何個から注文できますか、いろいろ各サイズありますので、問い合わせてみてください。価格表みたいなのを送りますので、info@ironee.com まで、問い合わせいただけると幸いです。はい、これいきましょう。今の今回の発注間に合えばね、母の日の器なんかにもいいんじゃないかなと思います。はい、で今日はロースタイルの、ほらこれロースタイルといってね、低いスタイルでフラットな感じ、まあ、血を這うような感じで、ブランドカバーによくされている植物とかあるじゃないですか。ああいう植物が生えてくる感じのイメージで穴を生けていくようにしています。で、今日は春の素材たくさん集めてくれてますけども、ちょっとシックな色合いの春の素材になってますね。はい、カビオサ
スカビオサは、オズポルックス、オズポルックス。深い。ちょっと見に行こう。チューリップが、パーロット咲き、ミステリアスパーロットですね。はい。で、切り花パンジー。パンジーは、これ、息になってるけど、息ってこんな色あるんですね。息。もっと淡い色かなと思います。息。いろいろ色があるかな。はい。で、アジサイ。アジサイの、このアジサイはね、抹茶という品種、抹茶という品種ですね。アイビーがパーサリー、ちょっとフリフリとなってる。フリシアンサス、トルコキキョウですね。これボヤージュブルーという品種。はい。でラナンキュラス、ラナンキュラスは、これはフリルパープル、フリルパープ、綺麗ですね。ちょっと開いてきた内側の色が微妙に違うんですね。はい。でスイートピーは、紫色部という品種、あともう一つラナンキュラスは、これラックスティーバ、ティーバ。はい。でクリスマスローズ、ヘレボルスですね。ヘレボルス。クリスマスローズってよくまあ通称で言われるんですけども、クリスマスローズっていうのはこのヘレボルスの中の一種で、クリスマス時期にね花咲かせるもので、白い、まあ、ニゲルっていう品種のものをクリスマスローズと呼ばれるらしくて、これはこれまあヘレボルスと呼んでます。ヘレボルスのこれはマエストロという品種になります。マエストロ。はい。あとは、ジャスミン、ジャスミンですね。これは鉢のものをカットしているジャスミンですね。花芽がついてます。綺麗。はい。じゃあやっていきましょうか。やっていきます。これもねフラットな感じで刺していきます。フラットな感じで刺していくんですけども、アレンジメント刺すときは大きいものから順番に刺していきます。大きいものから順番に刺していって、スペースねをどっかに偏りがないようにまんべんなく刺していきましょう。で一回り大きくなると花の量ずいぶん変わってくるんで、だいたい僕これを作ってるのね目安にしてもらって、そのぐらいの大きさで作ってもらうといいかなと。これ横から見るとこのぐらいあんまり高くならないようにいけます。まだアジサイ、抹茶、アジサイはこれ、ナイフの人もちろんねハサミで切ってもらっていいんですけど、かなり鋭角に切ってくださいね。鋭角に切って、入れていきます。ぐっと低い位置を持って、これね枝分かれしてるじゃないですか。これ切ってちっちゃくして1個ずつ刺してもらってもいいけど、これ分ければ分けるほど先の方が柔らかくなってくるから、この元の枝でね、まあ、せめてこれぐらいあるとしっかり刺さりやすいかなと思います。これ短く持ってオアシスのすぐ近く持ってクッ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 と刺してください。でオアシスに花刺すのが初めての人は、注意してほしいポイントはね、深く刺しすぎたなと思った時にそれを高さ調整するためにちょっと引き戻すっていうのはやめてくださいね。ちょっと引き戻すのはやめてください。そうすると、オアシスのこの面にこうカットしたこの切り口がくっつかない状態、くっついてない状態なんですね。浮いちゃいます。穴が開いてこうね、穴が開いてこう引き戻すとここに空間できちゃうんで、そうすると水吸えない。それはしないでくださいね。はい。でアジサイまずまんべんなくランダムにね刺していってください。どこでもいいですよ。どこでも大丈夫。は
い。お、皆さん課題届いてます、ありがとうございます、ありがとうございます。課題届きました、はい、ありがとうございます。これ市場直送便、いつもねボリュームある課題でずっとやってるやつありますけども、プルミエクラス、これはアイロニーで穴をセレクトしたもの、アイロニーに届いたものをセレクトしてるので、2、3本のものが本当にたくさん種類入ってるので、いろんな花を一度に楽しんでもらえる。プルミエクラスもおすすめです。はい。で、その次、ボリュームあるもの。リシアンサスかな？シアンサス。これも皆さん、ランダムに入れていってもらってもいいですからね。今日はもう自分の、お好きな感じで、いろんな花をいろんな位置に入れてみてください。で、これ、アレンジ刺すとき、ブーケ作るときも、大体一緒なんですけども、地面から生えてくるように、地面から生えてくるような感じに刺していくんですね。じゃあ生えてきたらどうなるか、どうなったか、こういう地面から、この器のこの地面から花が生えてきたらどうなるか。例えば同じ種類の花を近くに入れるときは、同じ株からこう生えてきてるとしたら、こうちょっと広がるかなとね、花の向きをちょっとこうしてあげるとか、そういうのを意識しながら、表面の形を作っていくんじゃなくて、このそれぞれの花をが自然に見えるように、綺麗に見えるように自然に戻していくような感じ入れていくといいと思います。で、それぞれの花の高さ、今日はもうほとんど僕フラットな感じで入れてますけども、微妙な高さの違いっていうのを作ってもらう。で、それは自分がもしこれチューリップにちょっと長く伸びそうだな、他の花よりと思ったら、感じたらそれをちょっと高くしてあげる、自然に生えてるような感じに戻していくということをしてください。はい、今僕こんな感じの配置してます。はい、まだ花、大きい塊の花ばっかり入れてる感じなんで、割とカチッとフラットな感じになってると思います。はい、クリスマスローズなんかは特にかなり鋭角に、フロリストナイフある人はナイフで切ってくださいね、ない人はハサミで切るんですけども、必ずかなり鋭角に切ってください。もう思いっきり鋭角に切らないと、クリスマスローズ水下がりやすいですね。ヘレボルスね、エレモリスは水下がりやすいです。はい、花の向きはね、花の向きも自分が自然な感じ感じればそれでいいと思います。いろんな方向向いてても OK。 エレモリスなんかはね、普通向き加減に咲く花なので、下を向いてたって自然なんです。花はね、それぞれ環境によっていろいろ育ち方、花の向き変わってきますから、自分が自然と感じるようにいけてください。僕はこのスカビオサなんかは、茎が柔らかくてヘロヘロっと細いので、ちょっと長く伸びるかなと考えて、他の花よりもちょっとだけ高くしています。はい、どん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 スペース埋まってきました、埋まってきましたね、まあ、こんな感じね。はい、これどんどん今度はマス、面を埋めていく素材の後に、飾りの要素、こういうね小さいものとかふわふわっとした感じのものを入れていくことで、このアレンジ、コンポジションがどん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 複雑な表情になってくるので、それを見ていきましょう。で、色の混ざり方なんかも、刃物とかを足していくと、どんどん、ナチュラルなテイストが強くなっていきます。モダンなスタイルが好きな方は、色をあんまり混ぜないようにしたり、それぞれの花のこの並び方、配置を、同じ種類の花を近くにまとめたりとかして、ね、してもらうとモダンなテイストになって、
あちこちごちゃ混ぜにするメランジェというね、ごちゃ混ぜにするようにするとナチュラルのテイストに近づく。だから同じ種類の花を使っても出来上がりは、それぞれ変わってきます。いや、僕は割とフラットな感じで刺してますけども、もっと自然な感じがいいっていう人は高さね、高さ違い、もっとたくさんつけるようにしてもらったりして、こういう動きをねどんどん出してくるような感じにするとナチュラルな感じになってきます。はい、このサランキュラスのラックスティーバの方がこういう風に軽い感じなので、ちょっと高く一段高くね、こういう風に少し高くすると自然な感じが出るかなと思います。土台の形はフラットな感じなんですけども、その中にも、動きのあるもの、ここから飛び出してね、かなり長く伸びるものなんかがいろいろあったりしても自然な感じ、綺麗だと思います。これバランス、自分がねいいなと思う感じ、形を綺麗に作らないといけないということではないので、自分のバランスで、あ、なんかこの方がしっくりくなっていうような形バランスを探して、そういう風に花を入れていったりとか、自然に戻すような感じね。どんどん複雑になってくるでしょ。でレイヤーといって花それぞれ伸びる長さが違う。今ラックス、このラナンキュラスがちょっと高くなったんで層ができました。この同じ種類の花は大体同じぐらい長さ伸びるようにしておくんで、層ができてきます。これは僕らレイヤーと呼んでいて、このレイヤーたくさんできてくるとさらにどん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 複雑な感じになってきます。はい、パンジー、パンジーはこんな感じで枝で落としても割とこの花枝しっかりしているものはオアシスにさせると思います。これ柔らかいんでね、こうやって短く持ってオアシスの近くまで持ってこう少しずつ刺してくださいね。長く持つと折れてしまうと思います。ちょっと技術が必要ですけども、ほらどんどん複雑になってくるでしょ。はい、このライトグリーン、抹茶のライトグリーンだけかなり色が鮮やかなんで、ちょっと上に花がかぶるような感じにして、もうちょっとちらっと見えるぐらいにとどめた方が今日は色綺麗かなと思いますね。はい、はい、パンジーはこの元の株の部分から花芽どんどん上がってきます。アレンジにしてもね、ブーケにしてもこれね、どんどん花芽上がってくるので、これも刺しといてあげましょう。これも太いし柔らかいので刺すの難しいですけども、オアシスのすぐ近くを持ってスンスンスンと刺して、グイッとか刺すと穴が広がっちゃって、花しっかり刺さってなくてね、そうすると水吸えなくなって茎が痩せてくるんですよ。で痩せてくるとゴソゴソっとなっちゃって余計ねオアシス固定されなくなって、枯れにつながる。だからしっかり刺すとね、このパンジーなんかも長く楽しんでもらうと、ね、こんな感じね。はい、初めての購入でしたが素敵なお花で非常に丁寧に切り方なども教えていただき嬉しいです。あ、よかった、できそうですか、できそうですか、頑張ってね、楽しんでやってください。とにかくこうしないといけないっていうことはないです。これが正解とか先生これでいいですかとかっていうんじゃなくて、これね、自分が綺麗かどうか、自分が綺麗と感じるかどうかが一番大事、それを見つけていってください。楽しむのが一番ですからね、あんまり形ルールにとらわれず、自然って綺麗だな、自然なものってすごい綺麗だなと、花の美しさ、それぞれの花の美しさを感じてもらうっていうのが目的なので、綺麗なものを作ってやろう、アレンジに挿して自分が綺麗なものを作ってやろうっていうのね、あんまり綺麗なものできない、人が作るものってね、これ自然の
美しさには勝てないので僕ら。なのでそれに感謝しながら、綺麗だな、これすごいなね、そう感じながら、花を自然に戻していくっていうにしていきましょう。はい、ジャスミン、これいいですね。鉢から切ったものだとこういうね動きがあります。はい、これを入れるとまたすごく自然な感じになります。ちょっと他の花に引っ掛けたりしてもいいし、大きく飛び出したりしてもいいでしょう。お花のつぼみがついてるのがまた綺麗ですね。つぼみがね開いてくるとね、ちょっと白とかピンクのね明るい色になって、あんまり組み合わせ綺麗じゃなくなるかもしれないけど、そうだったらもうお花摘んでしまったりもします。はい、ジャスミン今入れていくと、これ見てこんな感じ、ジャスミン入れると綺麗でしょ、めっちゃ綺麗。はい、いいですね。はい、はい、最後アイビーのファサリー、これね細かく切ろうかな、今日細かく切って、で周り、今日はもうツルはねジャスミンがあるから動き十分出たので、アイビーはもうちっちゃくこう切ってこんな感じにしてね、で外側にちょっと横から見たらオアシス見えてるんちゃうのみたいなところに入れていってください。オアシス完全に見えなくなるんですね。はい、で葉っぱこうペロンと垂れ下がったりしてても綺麗と思います。このアレンジコンポジションは器からちょっと伸びて、地面を張っていくような、あんまり上に伸びない感じのねコンポジションのイメージです。なのでアイビーちょっと器からこう下にねこう垂れ下がってるような感じになっても綺麗かなと思います。はい、素敵ですね。オアシスにもおすすめはありますか？オアシス宇宙、これ今皆さんのところに行ってるのは普通のオアシス社のオアシスで、スタンダードかなだと思います。まあいろいろね柔らかいもの硬いものあるみたいですけども、いろんな花あるので、刺し方気をつけてもらえば一通りさせると思います。はいはい、これ全部いきましたね。よ、こんな感じになります。盛りだくさんですね。あら、これあんま傾けるとちょっと水こぼれちゃうんですけども、上から見てもらおうかな。よ、てりー、見えますかね。見えるかな、上から。はい。これちょっとインスタグラムのライブで見てくれてる人はコメントがかぶって見えづらいかもしれないですけども、YouTube で見てくれるとね、いいと思います。YouTube ぜひね、チャンネル登録してください。はい。プレミアクラス、オンラインで、豪華でしょ？豪華でしょ？ぜひぜひ。次回はブーケかな、なんだろう。今毎週やってます、プレミアクラスオンライン水曜日やってます。水曜日に受け取れるし木曜日も受け取れます。で、このオンタイムじゃなくてもね、これ YouTube にアップしてるのでいつでも見れるので、お仕事から帰られてからやっても今の時期は割と花日持ちしますからね、ぜひたくさん注目ください。アレンジ夜作ってね、これずっとあると1週間楽しいですからね。で、皆さん
ケアはね、これ水をね、なんかちっちゃいコップとかに入れて、こういう鼻の隙間からこうオアシスに足してもらうのがいいかな。いいと思います。はい、少しずつ出してください。たくさん鼻入ってるのでね、結構水飲みます。なので、重さ確認したり、ちょっとこぼれてもいいところでね、溢れてもいいぐらいのところで水足してみて、あとはこうオアシス隙間があってセロハンとオアシスの間ね、指少し入れられるスペースあるので、そこで見てね、中お水入ってるかなっていうのを見てもらって、オアシスってね、一回水乾いちゃうともう水吸いにくくなるので、なので、こまめに水足してください。毎日ちょっとずつ水足してもらうといいかな。ショットグラス1杯分ぐらいかな。環境にもよります。暖房効いてて乾燥してたりとかね、環境にもよるんで一概に言えませんけど、ちょっとずつ足してもらうのが一番いいかな。はい、ありがとうございます。チャンネル登録して見てます、勉強になります、ありがとうございます。そうそう、いろいろ情報発信してますからね、ありがとうございます。たくさん、これからちょっとね、ますますいろんな企画を考えておりますので、ぜひお楽しみに。明日届くの楽しみです。はい、楽しみにしてください。受けてみたい、ぜひぜひ受けてみてくださいね。オンラインストアで、いろんなレッスン販売してます。はい、明日はブーケレッスンですね。ラセゾンっていう、谷口が選んで、豪華、贅沢するね。こっちが8800円と送料で、ラセゾンクラスはね、もうちょっと高く1万5000円ぐらい、贅沢なブーケを束ねるというラグジュアリーなブーケクラスがありますので、ね、そちらもぜひ。はい、ということでありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、いいね、コメント、ぜひお待ちしてます。 YouTube あちこちでね、シェアしてみんなにも教えてあげてください。はい、ありがとうございました。できた、アレンジは写真撮って、メンションをねつけて Instagram なんかで投稿してもらうと見に行きます、見に行きます。 DM くれてもねいいですから、質問等あればお気軽に DM ください。はい、ということで終了します。ありがとうございました。